ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村鼓童作銭形平次捕物控えより釣り針の恋。この作品は昭和27年1952年オール読み物5月号に掲載されたものです。それでは本文をどうぞ。第一章。おはようございます。花は散ったが、まだ申し分なく春らしい薄もやのかかったある朝、ガラッパチの八五郎はこれも存分に機嫌のいい顔を明神下の平次の家へ持ち込んできました。大層寝焼きがいいな八。挨拶だって尋常だし、酒焼きだって当たったばかりじゃねえか。どっかに結構な向こうの口でもあったのかい。平次はせんべいになった座布団を滑らしてやってきて、ぬるい茶をついでやったりするのです。向こうの口はありませんが、おかぼれの口がありますよ。新色と申し上げてえが、まだ当たってみたわけじゃねえから。ぬけぬけした野郎だ。これから脈を敷いてみるんだから、挨拶だって存在じゃ悪いし、酒焼きぐらいは当たっておかなきゃ。元がかからねえことばかり考えてやがる。ところでそのシンボルてえのはどこのおばさんだい。生きのいい人間の心臓ですよ親分。当たり前だ。おこんこんの化けた心臓だったしには、でいち俺が不承知だ。まあはぐらかさねえで聞いてくださいよ。こういうわけで。大層改まったね。でも平次は神妙に八五郎の話を聞く気になりました。何か深いわけがありそうな気がしたのです。昨日向こう島で散々毛虫を眺めて、そんなものをわざわざ眺めに行ったのか。葉桜見物ですよ。桜の葉っぱなんか見たって面白くありませんが、ケールに一杯飲ませるからと原庭の千吉の野郎が言うから、橋場の私を越えて向こう島をまっすぐに枕橋を渡ると、いきなり連れ込んだのは赤の里の茶店じゃありませんか。渋茶に団子じゃ少し話が違うと思ったら、足を待っていてくれたのがその可愛らしくて利口そうでお品のいい出来たての新酢と分かって、酒や魚なんかどうでもよくなりましたよ。出来たての新酢ってやつがあるかい。あんなのは本当にさなぎから出たばかりの蝶々のようなもんで、人間付き合いをさせておくのはもったいねえくらい。それがどうした。驚きましたよ。その娘というのは本庄八軒町で名代の大武元石川屋権右衛門の一人娘、お梅さんというんだそうで、石川屋の一人娘じゃ釣り金がでっかすぎて、おめえは鼻から出た提灯ぐらいにしか見えねえよ。悪いことは言わねえから、鼻から諦めてた方がいいぜ。星が鼻提灯に見えますかね。驚いたねどうも。ところでおめえに用事というのは何だい。悔しいがその目的も足じゃねえんで、銭形親分さんに会わせてくれと手を合わせての頼みだから嫌になるでしょう。嫌になることはねえよ。聞くと10日前に父親の石川屋五名門は死んだそうで、弔いも済んでしまったし何にも言うことはねえわけだが、その死にようがどうも腑に落ちねえとこう言うじゃありませんか。何が気に入らねえんだ。18の娘の知恵じゃありませんねあれは。父親の五名門が釣りに行くと言って出かけたのは10日前の4月1日の昼過ぎ、成平橋の上から横川筋へかけて時々青ギツかハゼを釣りに行くのが楽しみなんだそうで、その島を暮れるまでには帰ってくることと思っていると、日が暮れても夜が更けても明くる朝になっても帰らず、それから大騒ぎになって探しに出かけると、間もなく成平橋の下で死んでいるのが見つかったというんです。八軒町の店から近いんで、体の弱いおかみだけを残して家中の者がみんな飛び出していったそうです。すると主人の権右衛門は足の下につないであった小舟の中で仰向けになって死んでいたといいます。仰向けに見るとひどく苦しんだ様子で、二目と見られねえすげえ顔つきをしていたが、体には傷も何にもねえが、死んで冷たくなっていたことは本当で、水も飲まず締め殺された跡もなく、誰が見てもこれは頓死です。卒中か心臓麻痺か、ともかくそんなのを昔の人は「
頓死という言葉で片付けてしまいました。それからざっとやぶ医者に見せてお寺が引き受けて何もかも済んでしまったが、収まらねえのはお嬢さんのお梅さんの胸の内だ。しげに傷がねえから頓死にしてしまうのはいかにも無造作で諦めきれねえ。それにお梅さんは言うんですよ、父親の死骸のそばには釣り道具がみんな揃っていたが少し揃いすぎたことがあった。揃いすぎた？変な言い草じゃねえか。船の中に放り出してあった釣り竿にはかなり大きな鯉がついていたんだそうで。鯉？親分も変に思うでしょ。花子竿のようなひょろひょろの竿で潮の入る横川筋ででっけえ鯉が釣り上げられるわけはねえが、ともかくそれはそれとしてどこかの釣り堀からでも逃げてきて権右衛門の竿に引っかかったのを権右衛門驚いてあげる拍子にあんまり喜んで頓死したということで、お弔いも済ませましたが、まだ変なことがあったのか。お梅さんが言うんですよ、釣り針に鯉が引っかかっていたがもう鯉も死んでいるのに針は鯉が飲んだのじゃなくて外からエラに引っかかってあったとこう言うんですがね。うん、騒ぎと嘆きの中でその時は紛れちまったが、後で考えるとどうも釣り竿の鯉のことが気になってならねえ。そっと母親のおときさんにも話してみたが、年寄りはそんな話を相手にしてくれねえから一度銭形の親分の耳に入れてえと原庭の千吉に頼んで足を呼び出したというわけですよ。八五郎の話はこれで大方終わったようですが、平次は黙り込んでしまって何の意見も言ってくれません。石川屋の後は誰が立てるんだ。いずれ一人娘のお梅さんに婿を取ることになるでしょうね。今は主人の義理の弟の新之助というのと番頭の徳松と御家のおときとがともかくもやっちゃいるようです。別に商売はしていねえが中野郷一番の金持ちで大した心性だということですが。娘の婿は決まっていねえのか。番頭の徳松のせがれの徳三郎というのが婿になりてえ様子だと千吉は言ってはいましたが、これはお梅さんが承知そうもありません。他には。石川屋には金があって娘がめっぽうきれいだから本所中の男の切れっ端はみんな夢中ですよ。その中でも成平橋の房吉というのが昔のいい男の成平にあやかりてえような顔をしていますが、小博打が好きで身が持てねえから死んだ先代の権右衛門は寄せつけねえようにしていたそうで。他に気のついたことはねえのか。お上のおときさんは病身で主人の権右衛門は長寧の師匠のおはさといういい豊島の世話をしていたそうで、その筋からも人の恨みを買っていたかもしれません。いろいろ厄介なことがあるらしいな。首を突っ込んで調べたら釣り竿の恋の謎も解けねえことはあるめえが、俺はしばらく手を離せねえことがある。おめえが言って精一杯かき回してくれねえか。かき回すんで。不足らしい顔をするな。どうせかき回すだけのこったろうが、おかっぴきがうろうろして見せると身に覚えのあるやつはなんか細工をしてみたくなるもんだ。へっ、よくわかりました。精一杯かき回してみましょう。土壌ぐらいは飛び出してくれるかもしれません。八五郎は大して嫌な顔もせずにしばらくは中野郷八軒町を見張ることになりました。第二章、原庭の千吉というのはまだ若い下っ引きで、八五郎とはよく馬が合い申し分のない足場でした。ここから八方に足を伸ばして三日もほっつき回りましたが、大した発展もなかったので四日目には明神下に戻ってきました。八、大層ぼんやりしているじゃねえか。おかぼれを口説き損ねたのか。平次は心待ちに八五郎の来るのを待っていた様子です。あの子は寄りつけませんよ。わしが親分を連れていかねえんで怒ってるかもしれません。こいつは悪かったな。もう御用の方も暇になったから二三日うちには成白橋の下を覗きに行くよ。ところで変わったことはねえのか。あいにく底辺の方はしけで、世間が無事でよかろう。ところでその無事な中にもなんか話の種はあるだろう。話の種といや、やっぱりあの子ですよ。見れば見るほど綺麗で。その話じゃねえよ。石川屋のうちの者の動き、石川屋の主人に恨みを持つ者はなかったか。主人が死んだ晩の人の出入り、
そら一通り調べましたがね、まず第一番にあの晩の人間の出入りですが、不思議なことにおかみのおときさんと娘のお梅さんのほかは昼からみんな外に出ていますよ。みんなか。みんな用事があって出かけ、夜になって帰っています。弟のしんのすけは五六軒の貸金の取り立てで日本橋まで出かけ、番頭の徳松は主人の代理で下屋へ。その徳松のせがれの徳三郎は親父に言いつけられて深川の知り合いに行っています。それをいちいち行き先へ行って時刻を聞いてみたのか。そこまでは手が届きませんが、娘を追い回しているというヤクザ成平の宇佐吉と主人の目かけのおはさとかいう女は。そこまではね、親分。それも手が届かなかったのか。おめえの調べはまるで関取の背中だ。え？手の届かねえところばかりさ。それですかい。それを、いよいよもっておめえという人間は長生きをするよ。それから他には石川屋の主人を恨むものなんかありはしません。もしあったとしたら小名木川のキスぐれのもんで。なんだよそら。番号と仲間が釣られるから。くだらねえことを言いやがる。二人は無駄の掛け合いでした。事件はまたそれほど無事太平だったのです。主人の権右衛門は評判のいい人でしたよ。親切で応用で人の世話が好きで娘が綺麗で。そら余計だ。お上のおときさんはしっかり者ですが、気の毒なことに病心で、主人がおはさ師匠の世話を焼いているのも見て見ぬふりのようです。その日主人はお目かけのおはさのところへは行かなかったのか。さあそこまでは。それも関取の背中か。だらしのねえやつだ。おめえはそのおはさという女にも会ってきたんだろ。会いましたよ。なかなかいい年まで毛が多くってネズミ声でねっとるした女で。女の目利きだけは確かだな。主人の弟のしんのすけは気軽ないい男で、少しほら吹きで人がよくって、人に騙されるのと大きなことを言うのが取り柄で、少年の人はほらしんと言ってますよ。四十八のしちょりもん、少しは年芸もなく遊びもするようです。番頭の徳松は賢くって欲が深くって、せがれを石川屋の婿にすることばかり考えているようです。石川屋のつい隣におろくという達者な女房とせがれの徳三郎の三人で住んでいます。おろくは金棒式でみっともねえ女ですが、せがれの徳三郎は飛び高のちょいっといい男で、死ぬほど恩命を思っている様子です。でも毛の表にはこの恋叶いがたしと出そうですね。それっきりか。まだヤクザの成平房吉がありますよ。いい男の生まれ損ねえで、少年の娘やおかみさんにチヤホヤされるから、本人は有原中将の生まれ変わりみてえな気でいますが。大層悪口を言うが、おめえも少しは焼けるのか。焼きゃしません。おめさんは利口だから、あんな男には白い歯も見せませんよ。おめえには赤い舌を見せた。ああもう親分、今日は口が悪い。そんなことを言うと女の子に嫌われますよ。さて二人の無駄は再現もありません。第三章。ああ、親分。それから二日目、八五郎は路地の中を泳ぐように飛んできました。さあ来やがった。八の底辺が来なきゃ今日あたりや大夕立ちでも来そうなしおりだと思っていたよ。平次は御用が一段落になって、これから八五郎でも誘って中野郷へ行こうと思っていた時だったのです。親分、とうとうやられましたよ、あの母親が。何？母親？石川屋のおかみのおときさんがやられたというのか。昨日の夕方、飲んだ薬が悪かったらしく、夜になると苦しみ出して夜中めに死んでしまいましたよ。医者が来て介抱も手当てもしたけれど、よっぽどひでえ毒だったらしく、二時ほどで息を引き取ってしまいました。薬はどっから出したんだ？少年の本堂、剣石先生の持ったものに間違いはなく、おかみはひどい痛風で四五日前から薬を飲んでいたそうです。ともかく容易ならぬこった。行ってみよう。銭形平次は八五郎を案内に両国から船で
成平橋まで漕がせ、その日の朝のうちに石川屋へ着きました。あ、八五郎親分、何とかしてあげてください。お嬢さんが死んでしまいそうです。門口を入ると二十二三のいい男が飛びつくように八五郎を迎えるのです。安心しねえ、いよいよ銭形の親分を連れてきたよ。銭形の親分、お願い申します。それは番頭の徳松のせがれの徳三郎でした。続けざまに両親も失った主人の娘のお梅の激しい悲嘆を慰めかねている様子です。うちの中はひどくごたごたしておりましたが、采配を振るっているのは番頭の徳松、主人の義理の弟で、この店の支配をしている新之助の姿は見えません。あいにく支配人の新之助さんは昨日の朝木更津へ行き、まだ戻ってまいりません。夕方までには帰ると思いますが。番頭の徳松はいかにも堅実そうな五十男ですが、店の指図はなかなか行き届くらしく、自分のせがれと下女のおみつを助手にして何かと取りさばいております。ともかく仏様に、どうぞこちらへ。徳松は奥の一間に案内してくれました。いかにも贅を尽くした家入で、木口も調度も町人としては最上のものらしく、物に慣れた平次もいちいち目を見張っております。奥の八畳はお上の部屋らしく、死骸はそこにまだそのままにしてあります。四十を少し越したばかりの品のいい顔ですが、病気と老苦にやつれが見える上に、一晩の苦しみにひどく影が差しております。八、これは間違いもなく毒害だ。まぶたから唇、溝落ちの斑点を見て、平次はいっぺんに断定を下します。医者もそう言ったそうです。秘跡の中毒に間違いねえと。八五郎はそう言いながら横の方を向いて、ね、お嬢さんと声をかけるのでした。そこには平次の姿を見て遠慮した娘が一人、泣き濡れた姿でうなだれているのです。夜の薬を飲むと間もなく苦しみ出しました。お医者様の見えた時はもう毒が回って手立てはなかったそうで。泣きじゃくりながら娘のお梅は顔を上げました。柄は大きい方、恰幅も見事ですが、細面の品のいい娘で、この清潔さと賢さは八五郎が褒めちぎったほどのことはあります。お医者は？原庭の剣石様。大きい声じゃ言えねえが、お太鼓医者の仲人医者で、領事や見立ての方はあんまり評判のいい方じゃありませんよ。そんなことをぬけぬけと大きい声で言う八五郎です。後で先生のうちへ行ってみよう。この間亡くなったご主人を見たのもその剣石先生だね。そうです。ところで昨日おっかさんの飲んだ痛風の薬というのはまだ残っていることと思うが。二服だけ残っておりますが、剣石先生がご覧になって私が持った薬に違いない。おっかさんは何か他の薬を飲んだことだろうと申します。でもおっかさんは剣石先生からいただいた薬の他には何にも飲まなかったはずです。平次はそれを聞きながら二服残った白い粉薬を嗅いだり舐めたりしましたが、何の変わったことも発見しなかった様子です。このうちの者の他にうちん中へ入った者はねえのかな。私と下女のおみつと番頭の徳松殿と徳三郎さんと他にはございません。平次はすっかり考え込まされてしまいました。第四章。間もなく平次は原庭の千吉と八五郎を連れて石原の利助のところを訪ねました。平次にとっては先輩の老御用聞きですが、中風の気味で引っ込んでしまい、娘のお品が十手取り縄を預かって大勢の子分たちを使いこなし、父親の名声と格式等を維持していたのです。お品さん、すまねえが子分衆を三四人貸しゃくれねえか。石川屋のうちの者と、それから中野郷の朝という師匠。ええ、よく存じていますよ。あの女の身上を洗ってもらいてえんだ。とりわけ旦那が死んだ後どうしているか、旦那の石川屋権右衛門が死んだ晩どこでどうしていたか。ええ、
ちょうど若い者が 2,3 人ゴロゴロしておりますから、親分が指図をしてくだすって仕事をあてがってくだされば。お品ははきはきと引き受けるのです。出戻りでいい年まで親代わりに働いて、女御用聞きとかなんとか言われておりますが、本人は内気で堅実で、うちでお仕事でもしていたいに違いありません。すまねえな。それじゃあ石川屋の主人権右衛門の死んだ前の日から、あの店中の者の動きを念入りに調べてもらえて、弟の新之助は日本橋へ貸金の取り立てに行ったというし、番頭の徳松は主人の代理に下屋へ行ってご馳走になって遅く帰ったし、徳松のせがれの徳三郎は深川に行ったことになっている。他に成平の房吉と本右衛門の目掛けの中野郷の師匠おはさの動きも調べて、店を何時に出て向こうへ何時に行って、どこをどう歩いて何時に戻ったか詳しく聞いてもらいてえが。承知しました。他には？本所中の川魚を扱ってるうちをみんな聞くわけにもいくめえが、権右衛門の死んだ日、小さい鯉を売らなかったか、どんな人間に売ったか、それも聞き出せるとありがてえが。やってみましょう親分。石原の子分たちは日頃平次に世話になっているので、こう頼まれると一文にもありません。原庭の千吉を加えて5人、その場から八方に飛び出してしまいました。平次は石原の利助の病床を見舞って、八五郎と2人元来た方へ取って返しました。どうへ行くんです親分。どこだと思う？お医者でしょう。その通りさ。この上は医者に当たってみるほかはね、評判は悪くとも少しは心得があるだろう。本堂の剣石先生は人を食った男でした。喜八条に坊主頭、老眼鏡に召喚論といった方の元気調子。おお、高名な銭形の親分か。保養は何じゃな。私は関係を回らなきゃならないので、あまりゆっくりもしておられんが。と眼鏡を下げて上目遣いに人を見る50余りの御人邸です。お忙しいところお気の毒様で、他じゃございませんがね先生、石川屋のおかみはあれは史跡の中毒に間違いありませんね。さよう。私も不思議に思ってるよ。私の持った薬に史跡などは入っているわけはない。現に残っている二服の薬には何の変わったこともなかったはずだ。誰か一服だけすり替えるということもあります。なるほど。そんな時飲む方のおかみが薬をすり替えたことに気がつくでしょうか。そっくり薬を変えてしまえばそれは気がつくわけだ。しかし秘跡は匂いも味もないから、半分薬を捨てて半分秘跡を混ぜられたとすれば素人衆には分からないって。そんなこともあるでしょうな。ところで先生、んまだあるかな。今度は今から半月前に死んだ石川屋の主人権右衛門さんのことですが、あの人は成平橋の下の釣り船の中に仰向けになって死んだいたということですが、卒中か真の臓の病で頓死したとして、死骸は仰向きになっているでしょうか。それは病気にもより、その人の体の起き具合にもよるだろうが、大抵は吐くかもがくかうつむきになる方が多いだろうな。で、あの権右衛門は本当に体に傷がなかったでしょうか。蚊に刺されたほどの傷もなかった。私がこの目で念入りに見たのだから間違いはない。締めた様子も？締めた死骸は喉笛がどうかしている。紐の跡はあるものだ。布団で蒸しても口の中に傷ぐらいはある。毒死なら体か舌に跡が残るものだ。おぼつかない検視ですが、ともかく外傷や毒の痕跡はなかった様子です。耳の穴に畳針を刺されて死んだ試しはいくらもあります。そんなことはなかったでしょうか。それも一応気をつけた。権右衛門殿、あの時酒は飲んでいたらしいが、目も鼻も異常はなかった。他に？たった1つ、肛門に油を塗ってあった。ほんの少しであったが、これは痔などを患っている人によくあることだから、あまり気にも留めなかったが。ありがとうございます。それであっしにはいろいろなことが分かったような気がします。平次は
八五郎を促して剣石先生のところを出ると、石川や権右衛門の目かけだったお朝のうちを訪ねました。瓦屋の並んだ特殊な町の路地裏で、こんなところにお稽古に通うものもなさそうですが、お師匠とは名ばかり、おめかけと言われる代わりの世間体の職業で、実は石川屋のめかけとして贅沢に暮らしていたお朝ですから、人目につきにくいこんな場所の方が住みよかったのでしょう。ごめんよ。八五郎に声をかけさせると、膝の上の猫の子が畳の上へ落ちた音がして、いい年間が障子を開けました。27、8のクリームのようなねっとりした肌、大きい目、少し高い鼻、いかにも肉感的で悩ましい女です。神田の平次と八五郎だが。銭形の親分さん、どうぞまあこちらへ。お朝は助裁もなく二人を迎え入れます。女輪木の長火鉢の前へ2枚の派手な座布団、頭の上に2丁の三味線がぶら下がって、銅鼓の湯はいつでも沸いていそう。戸棚を開けると酒の道具となめ物が人揃い、いつでも整いそうです。この不気味なほど整頓した色っぽい空気の中で、八五郎は桃尻になって鼻の頭の汗などを拭いております。ねえ師匠、打ち明けてもらいてえが。はい。石川屋の旦那が成平橋の下で死んでいたし、いや、その前の死の知る、ここへ寄らなかったかい。平次の問いは突如として問題の中心にタッチしてゆきます。いらっしゃいました。八つ少し過ぎだったでしょう。釣り竿なんか担いでこれから横川筋へ釣りに行くんだが、潮時が少し早いからとおっしゃって一杯つけさせて。そう、一時ぐらい経ちましたかしら。7つ少し前、ほろ酔い期限でクジラでも釣ってくるかと冗談をおっしゃってお出かけになりましたが、それっきりになってしまって。お朝は襦袢の袖口で涙を抑えるのです。それを誰か見たのか。証人というほどのものでなくっても。陽気な方ですから、入ってくるとき瓦屋の職人衆と挨拶していたようです。そのあたりでお聞きくだされば分かります。旦那が死んだ後、師匠はどうするつもりなんだ。木から落ちた猿でございます。初七日におかみさんのお口添えがあったとおっしゃって、支配人の新之助さんがまとまったものを届けてくださいましたが、私はまだ若いんですから、あれで一生食べていくわけにも参りません。もう少し賑やかなところへでも引っ越して、もう一度看板でも出そうかと、ないないそんなことを考えております。お朝はしんみりするのです。それにしちゃ心がけなかったね。座布団が2枚、いつでもお湯がちんちん沸いていて、酒の用意もできているようだが。旦那がお達者だった時のようにしていたいんです。未練ですね。お願いだから親分さん方、一口召し上がってくださいません。私はもう寂しくて寂しくて。お朝はそう言いながら禅の支度に取り掛かろうとするのです。ちょいと待ってくれ。俺たちは御用で来ているんだ。ここで師匠の尺で飲んでいちゃ天道様に申し訳ねえ。平次はお朝の引き取るのを振り切って八五郎と飛び出しました。おやめ、残りよしいじゃありませんか。いい豊島の尺で一平ありつこうというところ、何を言いやがる。そんな気ならおめえだけ戻るがいい。親分のように役得綺麗な人間もめったにありませんね。当たり前だ。酒が飲みたきゃ銭を出して炙りほど飲むがいい。助からねえな。そらそうと八、あれはなんだ。名物の瓦のかまどですよ。片方寄りの半分は使っていねえようだが、使っているのは死の気があって寄りつけねえが、向こう岸寄りの壊れた釜は人殺しの場所にならねえこともあるまいね。へえ、親分はそんな物騒なことを考えていたんですか。成平橋はすぐそこだ。ここがくせえとおめえ思わねえのか。なるほどね。権右衛門の死骸を見ておきたかったよ。着物にすすぐれついていたって
剣石先生じゃ目が届くめ。しかしそれはもう半月も前のことです。今さら平次が地団駄踏んだところでどうにもなりません。第五章、平次は石川屋に引き上げると、弔いの支度のごたごたの中を娘のお梅に案内させて内中を見せてもらいました。分けても奉公人の荷物などを調べましたが、怪しいことは何一つなく、義弟の新之助、番頭の徳松の身持ちの緊直さに感心させられたぐらいです。その間に八方に飛ばした石原の子分たちは戻ってきました。目かけの噂は、あの死の印に三味線などを敷いて大層大きにしていた様子よ。旦那の権右衛門は八つ過ぎに来たそうですが、そのご機嫌でも取っていたんでしょう。権右衛門の帰るな誰も見たものはありませんが、朝はその晩も神妙にうちにいたようです。それは第一の報告でした。お朝に他の男はなかったのか。じゃらじゃらしているくせに身持ちのいい女で、時々旦那の弟の新之助が来るのを見ただけで、これも月々の手当を持ってきてくれるんだとお朝が言い訳をしていたそうです。これは精一杯のところ、それ以上には何にも分かりません。次の男は、成平の房吉はあの日は成田さん行って江戸にいませんよ。町内の大勢の仲間と一緒ですから疑いようありません。これは簡単に拉致が開きました。主人の弟の新之助は9つ半ごろ家を出て日本橋で4軒回り、4軒目は晩飯をごちそうになって少し酔って6つ半ごろ帰ったそうです。うちへ5つ半に戻っていますから、それぐらいはかかりましょう。それは3人目の報告でした。番頭の徳松は7つごろ家を出て6つ前に下屋の家へ着き、散々ごちそうになって4つ近く帰ったそうです。だいぶ酔っていたということで、これも人などを殺している時間はなさそうです。徳松のせがれ徳三郎は昼のうちから家を出て深川でお参りをして2、3軒飲み歩いたというが、確かなことは分かりません。あの野郎はお嬢さんのお梅さんに手ひどく弾かれてむしゃくしゃして飲み歩いていたようです。でも5つ半には自分の家へ帰ったようで。これが関係している人たちの全部の動きです。ところで本所で川魚を扱っている店で小さい鯉を売ったうちはねえか。平次のこの問いは答えるものはなかったのです。石原の子分たちを一応返すと、平次はお梅に教わって店二階を見せてもらいました。そこは店の裏から簡単な段々梯子で登った物置になっていて、屏風、火鉢、小道具類から棚の上には布団まで載せてありますが、差し当たり使いそうなものは一つもありません。平次はその中から何やら一つ見つけた様子で念入りに調べておりましたが、これはお嬢さん、肩になっているようだが。鉄磨きの鋭い一本の火箸でした。そんなはずはありません。なんとかいう名人の打ったものだそうで、鉄磨きですけれども目も入っており2本揃ってあったはずです。お梅は何が何やら分からずこう言うのでした。店二階は物置同様ですが、昔はお座敷に使ったものらしく、はしごの上は手すりを回した廊下になって裏二階へ続いているのでした。みんな休むところは下になっております。母の部屋の隣は私、あとはおじさん、徳松殿と徳三郎殿。番頭親子は別に家を持っていてもこんな時はここへ泊まるのでしょう。お嬢さん。はい。平次は静かにだがしかとした調子で話しました。大勢の人が隣の部屋で聞いている様子ですが、そんなことは大した問題でもなさそうです。今夜人が寝静まってからそっと2階へ登る人の顔を見ておいてください。お梅は怪訝な顔で平次を見つめました。そうしておじさんが帰ったら、この大勢の人をみんな帰してお通夜は明日の晩と言ってください。はい。おや、そういやおじさんの新之助さんが木更津から帰ってきたようだ。あっしもこれだけにして切り上げるとしよう。はじ、帰ろうか。え、もう帰るんですか。もう少し梅を慰めでもしていたいらしい八五郎を促して平次は店へ出ました。おや、
銭形の親分、私の留守中にまた飛んだことができてお世話になります。主人の義弟の新之助はかかる中にも遠くから平次を見つけて挨拶しています。飛んだことだったね。ところで新之助さん、へえ、お上は毒で死んだ。どうかしたら自害かもしれねえが、ゆんべおめえさんの留守中に殺されたような気がしてならねえ。へえ、それはそれとして半月前に亡くなったご主人権之助さんもただの死にようでねえと分かったんだ。そこで寺社のお係にまでお願いして、明日墓を暴いて死骸を取り出し、オランダ流の名医が立ち会ってお分けすることになりましたよ。迷惑だろうと思うがよろしく頼みますよ。へえ、不明けよ。その頃は不明けなどということは想像もつかないことです。初めて聞く八五郎も驚きましたが、新之助の驚きもまた容易ならぬものでした。第六章、その明くる朝は騒ぎでした。平次のところへ八五郎が飛んできたのはまだ暗いうち。親分、えらいことになりましたよ。格子を叩いてわめくのです。何がどうしたんだ、まず落ち着いて話せ。平次は八五郎を何やら予期した調子です。今度は叔父の新之助だ。鼻口はどうかすると人間が死にたいますね。新之助が死んだというのか。2階から落っこって脳天を砕いた上、鉄のしばしを自分の喉に突っ立てました。自分の手に握っているんだから、こいつはどう間違っても殺しじゃありません。少し変だな。誰がそんなことをおめえに教えてきた。ハラニアの千吉に見張っているように頼んでおいたら、今朝といったところで石川屋に夜中に大騒ぎがあったと暗いうちに人が来ましたよ。よし行ってみよう。俺にも腑に落ちねえことがある。平次は大急ぎで顔を洗って出かけました。八軒ちょぼの石川屋へ行くと、あまりのことに驚いたか近所の人も寄りつかず、中はひっそりして不気味に静まり返っております。あ、親分さん、あちゃも。迎えてくれたのはまだ青い顔をしてガクガク震えている徳三郎でした。どこだ、案内してくれ。まだそのままにしてあります。この通り。店から入ってはしご段の下へ行くと、薄暗い板敷きの上に合わせ一枚をかけた死骸、それを剥ぐと主人の義理の弟の新之助は脳天を割った上、鉄磨きの火箸で自分の喉を貫き、浅ましい姿で息が絶えているではありませんか。もう少し明るくならねえか。へ、平次に言われて徳三郎は二階と欄間の障子を開けました。と板敷きの上にはかなりの埃で、死骸ははしごの段々の間をくぐったように2階の手すりの真下、ちょうどはしごの裏に転がっているではありませんか。あれを見ろ、八。平次は指さしました。はしごとちょうど反対側の手すりに長々としごきらしいものが結んであって、その端っこが裏側の廊下にぶら下がっているのはどうしたことでしょう。首でもくくろうとしたんでしょうか。いや、そんな生優しいこっちゃね。お嬢さんはどこだい。仏様のそばですが。徳三郎は当たり前のことと言わんばかりに奥の方をちらと見ました。お嬢さんの噂をすると、妙にこの男の目は優しく光ります。奥の一間、お上の弔いの支度をやりかけたままの八畳に入ると、娘のお梅は棺の前に崩れ落ちたようになって深々と拝んでおりました。あるいは泣いていたかもしれません。美しい襟足は震えて、言うに言われぬ痛々しさです。お嬢さん。平次が声をかけると、お梅は黙って首を上げました。涙にくんじょぼして、青い顔が頬のあたりだけポーッと赤くなり、大きい目がうつろに平次を見上げるのも哀れです。あっしはもう受け入れますよ。今さら言うまでもねえが、叔父の新之助はお嬢さんの両親を殺した相手だ。恨んでも恨みきれねえ相手だが、証拠の火箸を明日の不明けの前に隠そうとして、はしご段から落ちて残る火箸で自分の喉をついて死んじまった。天罰というもんだな、お嬢さん。でも
あのしごきは外しておく方がいい。それじゃあお嬢さん。あの、お梅は何か言おうとして口をつぐんでしまいました。平次はそれを聞きたくもなさそうに八五郎を促し立てて外へ出るのです。さあわからねえ、誰が言ってどうして石川や五右衛門夫婦を殺したんですよ親分。帰る道々、八五郎は平次に絵解きをせがみました。おじと言っても主人の義理の弟の新之助だよ。新之助はあの新将を狙っていたが、近頃わざと年頃になって急に五右衛門が邪魔になったのさ。釣りに誘っておいて、おわざに含めて酔いつぶし、小河原かまどに持ち込んで口を塞いで、鉄磨きの火箸の恐ろしく尖ったのを肛門に打ち込んだこったろう。へえ、ひでえことをする野郎っすね。あとはきれいに拭いて油を塗っておきゃ、お太鼓医者などには容易にわかるもんか。死骸は鳴平橋の下の船の上に捨て、釣りをしているうちに頓死したように釣り針に鯉をぶら下げた。鯉はお朝のうちのお勝手から持ち出したこったろう。小さくったって鯉などをエラにぶら下げたのが露見のもとさ。新之助は釣りのことも魚のことも知らなかったに違えねえ。不定話で。ところで本当に今日権之助の死骸のふ分けをするんですか。するもんか。あ、言っておきゃ死骸の尻から火箸が出てきた時大変なことになるから、権之助を殺した覚えのあるやつは夜のうちに2階の物置の火鉢に残ったもう一本の火箸を隠すに違えねえと思ったのさ。でもおかみを殺したのは新之助じゃありませんよ。新之助はあの晩木更津へ行っていたはずで。そこが新之助のずるいところさ。おかみの薬は4服残っていた。そのうち1服を秘籍と書いておきゃ、あくる日の昼までにはきっと飲むから、おかみは新之助の留守中に死ぬことになるじゃねえか。ほう、なる。帰ってくると明日は権之助のふ分けと聞き、夜中に2階の火鉢から残る証拠の火箸を持ってきて隠そうとした。が天罰てきめん、2階から落ちて脳天を砕いた上、自分の手に持っている火箸を自分の喉に突っ立ててしまった。めえ具合に言ったもんですね親分。新之助が2階へ行くのを知って、あのはしごを外したものがあるのさ。え？はしごを外されているとは知らねえから、新之助は真っ暗闇の中を一足宙を踏んだからたまらねえ。あっという間もなく板敷きの上へ逆さまに叩きつけられ、脳天を砕いた上、火箸を喉に突っ立ててしまった。はしごを引いたんですって？このはしごは重そうですよ。赤いしごきを結び合わせて、はしごの上の段に縛って向こう側の欄干からそっと引っ張ったのさ。はしごは音もなく外れて、新之助は空を踏んでしまった。じゃあ、あの、そうさ、あの娘は父親と母親を殺したのはおじの新之助と最初から感づいていたんだよ。俺が証拠を集めて、いよいよそれと分かるともう我慢ができなかった。へえ、驚いたね、あの綺麗な娘が。八五郎は首を振るのです。だからおめえの女房には向かねえよ。おかぼれだけにしておきな。いい娘にはちげえねえが、あの娘は火のような気性もんで、自分のことは自分でしなきゃ承知しねえだろう。へえ。さあ蹴ろう八、ちょうど晩酌が一本ついているぜ。二人はいそいそと急ぐのでした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、釣り針の恋、書室オール読み物、昭和27年1952年5月号より読み切り。